여러분 안녕하세요. 피오 と申します。今日はですね、韓国旅行行った時に実際使える言葉について一緒に勉強していきたいと思っております。まず一つ目、저기죄송한데올리브영이어디예요。もう一回行きましょう。저기죄송한데올리브영이어디예요。これはですね、オリブヨンがどこですかっていう意味なんですけども、ちなみにオリブヨンって韓国でめちゃくちゃ有名なところなんですよ。で、とりあえず化粧品が売ってるところで、化粧品だけじゃなくやっぱりいろんなプレゼントできるようなグッズとか食べ物も売ってるし、マスクパックとかすごい人気で、やっぱり学生さんから20代、30代、40代みたいなで女性の人にむちゃくちゃ人気なんですよ。しかも安いし。なので僕もたまにプレゼントなんかしたい時に結構行くんですよ。韓国行ったらね。で、結構韓国旅行で行く人はこれを絶対行くんですよ。で、オリブヨンにどうやって行ったらいいですかっていう意味なんですね。で、これをもっと自然に使えるように練習しましょう。二つ目、여기서얼마정도걸려요。ここからどれぐらいかかるんですかっていう意味なんですね。これは韓国語を勉強している方なら多分聞いたことあると思います。結構普通に使える言葉ですし、やっぱり道迷っている時に絶対必要ですよね、この言葉は。で、ぜひ覚えてください。次は3つ目、バス정류장은어떻게가요。これはですね、バスっていうのが日本語で言いますとバスですね。バス停留場なんですけども、この前の文字がちょっと強いんですよ。バス、ポーになるので、これをちょっと意識しながら覚えましょう。今日の動画はここまでです。勉強しながらわからない単語とか表現がありましたらいつでも質問してください。ありがとうございました。